まめ元プロデューサーの柿内彩子です。今日もよろしくお願いします。ということで、前回に引き続き花粉症に対するご質問をお答えしていきたいと思います。私は、まあ、松江区のサロン、目元専門サロンを経営させてもらってるんですけども、花粉症の時にどういったメニューがいいんでしょうかっていうご質問をいただきましたので、花粉症の時におすすめするサロンメニューをお伝えしたいと思います。一つ目、まつげパーマ、まつげカールですね。やっぱりまつげくだと違和感で描いてしまう方、涙とかでアイラッシュカーラービューラーをしてもうパーマが落ちやすくなってしまったりするので、まつげパーマカールっていうのは形状記憶をしてくれるのですごくいいです。上向きのまつげって綺麗だし、まつげだけでもピーンと上を向いているとやってる感も出ますので、まつげパーマカールはおすすめです。おすすめその2、まつエクです。やっぱり花粉症の時はマスカラとかもメイク何もできない人が基礎化粧品やって、もううっすらファンデーション塗ってまつエクだけあると、もうそれだけでもメイクやらなくていいっていう方が多いです。なのでやっぱりまつエクっていうのは花粉症だけどメイクしたい人の手助けになっているのも事実なので、まつエクはやっぱりおすすめです。おすすめその3、カラーエクステです。まつエクにまあちょっと紐づいてるんですけども、普通のまつエクよりもこの時期って実はカラーエクステする人も増えるんですよ。っていうのはアイシャドウ塗れない方って結構いらっしゃったり、アイシャドウがよれやすくなってしまうので、これ目尻だけ色を変えるだけでもアイシャドウ効果が出るって言われてるんですよ。アイシャドウだと結構けばくなってしまう方でも、こうやってね雰囲気がねガラッと変わって、この写真よりも実際見ると光を通した時にすごく色がわかるので、ニュアンス的な感じに出るので、すごくカラーエクステおすすめです。おすすめその4、眉ワックスです。眉毛をやっぱりケアするとそれだけできちんと感出ますし、メイクもやりやすいです。この時期にもう花粉症でクシャクシャクシャってなってるまつげもボーボーだとちょっと小汚く見えてしまったりするので、眉ワックス、眉のケアですね、おすすめです。ということで、花粉症の時にメイクもできなくて、やっぱりプロの力を借りたい、サロンケアをしたいっていう方に今日おすすめさせていただきました。1つ目まつげパーマ、2つ目はまつエク、3つ目は、まあ、まつエクにちなんでるんですけどカラーエクステ、4つ目は眉ワックス、ということで今日はご紹介させていただきました。どうだったでしょうか。またね、何かご質問ありましたらお答え随時していきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。